凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジションを。そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね、ごめんね、笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど綺麗で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないそのぐちゃりが今きつく縛りつけんだよ。臆病な僕のこの一挙手一投足を、君を痛めつけてしまうのだろう。手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょ。冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ。別に言えばいいけど全人生をかけてもちゃんと覆さしてよ。救いたい救われたいこの怒りが今優しく流してくんだよ。
こんばんは、牛島隆太です。今夜はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんのサブタイトルお届けしました。これ木曜に放送されている川口春奈さん主演の、やばい、僕毎週見てるのに、サイレントだサイレントの、楽曲で、この曲ね、見てます？見てる。あのね、すごい絶妙なところで曲が毎回かかるんですよ、はい、でもこれにね、もうグッとくるんですけど、もうその今まで毎週見てきたあの描写を思い浮かべながら、歌いました。なので、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。それではっていうか、難しかったなこの曲歌えたね。すごい練習しましたけど、すっごい難しかったから、カラオケで歌いたいと思っているそこのあなた、心して練習した方がいいと思いますそれではバイバイ。最新曲夢見た未来へ大好評配信中です。皆さん聞いてね。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。夢見た未来へ、レッツラック。